どうも、ケミマロです、ここからは前回に続いてキッチンツアーの後編をお届けしたいと思います。後編はこちらのシンクの下の収納から紹介していきます。まずここにはジョージジェンセンのタオルが外側にかけてあります。このタオルは洗った食器をこの上に直接置いて水切りしたりするといいらしいんですけど、僕はねこんな感じでここにねかけてしまってます。扉を開けるとこんな感じになっていて、まずこっちはね食器が並んでますね。角皿とか中ぐらいの丸皿と大きめの丸皿ですね。であとこの辺は深めのお皿ですかね。この中でお気に入りの食器だとまずこれですね。これはハサミポーセリンですね。ハサミポーセリンのお皿はこちらもですね。あとこの小皿もサイズ違いで3つ持ってます。このね質感とデザインが好きでね、こういう3サイズ買いました。あとこれは均等のお皿ですね。こんな感じでこれも均等、これ縁が多角形になっていてシンプルなんだけどね軽くて使いやすいです。あとこちらは奥渋谷 Vlog に出てきたお皿なんですけど、ミールズ・ア・ディライトフルの1階で買った丸蜜ポテリーの角皿ですね。でこれも丸蜜ポテリーかな。シンプルなんだけど質感がねすごい好きでこれを気に入ってます。あとこれも同じとこで買ったかな。あとはこういったアンティークのピューター皿とかね、こういうのもね好きですね。他にもこんな感じでいろんなデザインのお皿をねここにしまってます。その扉側にはグローバルの包丁とベルダンのパンスライサーを挿してます。ベルダンはねフォルムがかっこいいですよね。でこちら側はこんな感じでございます。でこっちの扉はこんな感じになっていて、まず上にグラスですね。 IKEA で買ったゴブレットグラスと、あとこれ可愛いんですよね、牛乳パックの形をしたミルクピッチャー。デザインがねめちゃめちゃ可愛くて一目惚れして、これ Amazon で買ったんですけども、可愛いミルクピッチャー。あと手前がティファールのフライパンですね。4サイズグレーがかっこいい。これはねニトリのフライパン縦に立てています。買ってよかったで紹介したかき氷機と、あとはグラスとかコップとかですね。はい、こんにちは。あと一番奥はこんな感じでスポンジとかね消耗品とか、あとは洗剤とかそんなのがね入ってます。よく使う洗剤はここにね引っ掛けてますね。こんな感じです。あと引き出しですね。引き出しの中はこういう風になっていて、計量スプーンとか、あとこれはピーラーですね。このピーラーめちゃめちゃ皮むきやすいですね。あとこれがベルダンのハサミなんですけど、これフォルムがツボでめちゃめちゃかっこいい。あとこれいいのが広げると簡単に外すことができるので、洗いやすいのもね気に入ってます。つなげるのも簡単なんで。あとこれがティファールの取っ手ですね。取っ手が取れるティファールの取っ手。このケースはニトリのケースを使っています。引き出しはこんな感じです。であと炊飯ジャーがあって、ここの棚にはこんな感じでここにさっき使ったパンが置いてあります。であとは白米ですね、5キロ入るジャー。でこっちは玄米、これがパスタですね。ここはニンニクとかアボカドとか乗せるカゴで、奥にはタークのフライパンをかけてあります。でこの横にはカッティングボードが1枚立てかけてあって、でその横にはこういう風にね本みたいな感じでカレーをね置いてます。レトルトカレー、最近のレトルトカレー本当美味しいですよね。クオリティが高いからね、結構こういったレトルトカレーも好きでねストックしてます。あとこれが提供品なんですけども、イブシストっていう燻製を作るね機械ですね。こんなコンパクトなんだけどね燻製が作れるんですよ。これでこのチップが付属していて、このチップをこの器のところに入れて、それでチップに火をつけると、ここのチューブの先からスモークが出てきていぶすことができるってやつですね。めちゃめちゃいい香りがつきますこれ。でせっかくなんでね、こちらを使ってスモークしたものをねちょっと後で作って食べてみたいと思います。あとは横にはマヌカハニーですね、いつも使ってるやつ。これとあとはチーズグレーターと、
あとこれはビタントニオンっていうブレンダーですね。このボトルの中に食材を入れてブレンダーにかけるんですけども、これがコップなんでね、そのまま飲めます。でこれがハンドミキサーかな、最近は使ってない。あとは下の段はこんな感じで、出汁とか粉物とかね、そういうのを100均で買ってきたケースに入れて保管しています。あとこっちが出汁系ですね。これは台湾のルーエの出汁かな。あとは海苔とか昆布、これはくすぐめていいカレーにかけるんですかね。あと真ん中が粉物ですね。小麦粉、薄力粉とか、あとは、ね、強力粉とか、お砂糖とか。でこっちは無印良品でこの前買ってきた手作りキットとかがそのまま入ってます。まだ作ってないのが結構あるんですよね。その横はルクルーゼが置いてあって、下の段は揚げ物用の鍋。この棚はこんな感じですかね。あと調味料とかいくつか紹介したいんですが、その前にさっきのイブシストでいくつかの食材に香り付けをしておきましょう。はい、香り付けはね結構時間がかかるので、今のうちにこのイブシストを使ってスモークして香り付けをしていくっていうのをやってきます。今日はねこちらのクラッカーにチーズとかたらこを乗せたおつまみをね作ります。クリームチーズ、これを切って半分ぐらいここに乗せます。でチーズ乗せたら、今度はたらこですね。たらこをちっちゃく切って乗せる。ここにちょっとナッツを刻んでかけて歯触りを良くしようと思います。ではイブシストの出番です。こういうドームが別売りであるので、これをこうかぶせて、でこのチップをここのね上のところに入れて、これぐらいかな。 OK、 チューブの先端をドームの中に入れて、でスイッチを入れます。でスイッチを入れると、ここのドームの中に空気が入ってくの でここでチップにね火をつけます。そうするとね、こんな感じで空気でね煙が送り込まれていくので、一気にねドームの中がスモークで充満してきます。お皿が真っ平らじゃないのでスモークがちょっと漏れちゃってるんですけど、こんな感じでねドームがスモークで満たされていきます。なので換気扇はいずれにしてもつけといた方がいいと思いますね。あっという間にこんなにねスモークでモクモクになります。こんな感じかな。はい、でこのまま5分ぐらい置いときます。あともう一品作りたいので、こちらの白ごまと粗塩、こちらとあとこのお醤油、これにもね香りをつけておきたいと思います。こういうフリーザーバッグの中に入れます。粗塩、でこちら白ごま、白ごまも入れます。でこちらは、でこちらはお醤油、こんな感じで入りました。でジップを端を少しだけ開けて閉めて、これでチューブの先端をここに入れて、でスモークを送り込みます。スイッチオン、でチップに火をつけて、しっかり塞ぎながらスモークを送り込みます。醤油もねスモークで香りつけるとめちゃめちゃ美味しくなるんですよ。こんな感じかな。はい、こちらもスモークで満たされました。あと白ごまもスモークします。
粗塩もスモークします。はい、スモークで煮出されました。これらね30分ぐらい置いとこうと思います。スモークしてる間に先にねこちらの調味料を紹介します。こんな感じでびっしり入ってます。まずはこれはねメゾンドラトリュフってところのトリュフ塩ですね。めちゃめちゃ美味しいやつで、あとはこれは気仙沼のオイスターソースなんですけども、これ使って炒めるだけでプロの味になります。あとは甜麺醤とか豆板醤とか、あとこれはきび砂糖とか片栗粉とかをねナチュラルキッチンのキャニスター入れて統一感出してます。あとはあとこれかな、こちらは台湾の調味料のサチャジャンですね。もうこれ入れてね炒めたらねもう台湾の味になります。これめちゃめちゃ大好き、はいね、あなたも好きなんですね。であとはこれはまあベタですけどスイートチリソースですね。であとこれがさっき使った吉野杉樽の天然醸造醤油ってやつですね。これめちゃめちゃ美味しいです。はい、でこれはバターコーヒーダイエットで使ってるココナッツオイルと、でこっち側はオリーブオイルですね。はい、調味料はこんな感じですね。はい、だいたい紹介できたのでさっきのおつまみをね食べましょう。さてまずこちらのクリームチーズにたらこ乗せたやつ、これがねできたんでちょっとこちらからいただいてみたいと思います。いただきます。すごい燻製のいい香りする。ちょっとわかりにくいかもしれないけどクリームチーズがもうね結構茶色くなってるんですよね。もともと真っ白だったクリームチーズがスモークがねたくさん染み込んでるのでこんな感じでねちょっと薄茶色になってますね、うん、結構匂いついてる。ちょっとねいただいてみたいと思います。うまい。僕この食べ方初めてやったんですけどめちゃめちゃうまい。クリームチーズもたらこもめちゃめちゃしっかり香りがついてますね。あとやっぱりクラッカーはスモークが染み込みやすい感じしますね。めちゃめちゃいい香りがします。2個目もいっちゃいます。でこれとあとはであとこちらの醤油とごまと塩、こちらをねこの炊きたての熱々ご飯に卵乗っけてこれをかけてね卵かけご飯にして食べてみたいと思います。お醤油すごい香ばしい。この醤油をかけましてもうちょっとかな。あと塩もちょっとだけ、醤油かけてるからねあんまりたくさん入れないようにちょっとだけごま。たっぷりごま、こんな感じかな。もう見た目だけで絶対美味しいのがわかる。よく混ぜよう。いただきます。うまい、めちゃめちゃ美味しいです。これ普通の卵かけご飯も僕は好きなんですけど、スモークした醤油とかごまとかあとはねちょっとしたお塩とか、これの香りがねもう一気に美味しさを倍増させますね。めちゃめちゃうまいです。はい、そういうわけで後編も最後は実食をしながら終わったんですけども、キッチンツアーの前編後編見ていただきありがとうございました。こんな感じでうちのキッチンは最近だいぶ使いやすくなって毎日の自炊がね楽しくなってます。紹介したアイテムの一部は概要欄の方にもリンクを貼っておりますのでよかったらチェックしてみてください。概要欄に載っていなくて気になるものとか質問とかありましたらぜひコメントをお寄せください。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをお願いいたします。あとチャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。